はい、どうも、ケイタです。今回はですね、三段ライトボウガンをね、作ってきました。多分これ三段ライトボウガンで金レイヤー行くみたいなのは、金レイヤー出た当初から結構流行ってたとは思うんだけど、まあ、その頃僕まだね、こう、ボウガンを触る気がなくて、で、この間、貫通ライトボウガン作ったから、まあ、ついでに、ちょっと三段も使ってみようかと思って作ってみたんだけど、すごいね、これ。もともと三段ってね、なんかこう、あんまりかっこよさを感じなかったんだよ。貫通弾はまあ、まだ、かっこよさがかろうじてあるかなって感じだったんだけど、三段はマジでかっこよさというか魅力をあんま感じねえなーって思ってたんだけど、使ってみたらね、もう魅力とかどうでもいいなと思った。あー、脳みそとろけるーって感じ。マジ、あ、脳しぶきってこういうことなんだって感じ。これはさすがにみんな作った方がいいなって思うわ、さすがにね。危ない。いや、マジで、あの、金レイヤーに対して足をペチペチするだけで、こいつ転びまくって勝手に死ぬっていう、すごいビビったね。あ、こんなに転ぶんだ、みたいな。金レイヤーって足がね、あの、剣士だと残肉質が確か44か43かそんななんだけど、なぜか玉肉質45っていう、どういうことみたいな。明らかにもう三段で周回してくださいと言わんばかりの肉質設定してて、びっくりしたよね、これさすがに。いやー、これが脳死というものかって感じ。マジこれ許されてええんか開発って思ったね。まあでも最終的にモンハンってやっぱ周回ゲーになっちゃうから、ある程度そういうある程度楽に脳死で周回できるみたいな抜け道をあえて作ってんだろうなと思う。だから意図的にね、毎作品毎作品ボウガンとかそこら辺のやつがね、強くなってんだろうなと思う。まあ弓が強いのはまあまだちょっと違う意味があるだろうけど、まあ、ボウガンが強いのはアクションゲー初心者集会と、あ、なんだろう、アクションゲー初心者救済と、まあ、この後半になってきてもうマニアたちしかやってない時のこのエンドコンテンツ用の集会用の武器としての役割があるんだろうねって感じがしてくるわ。いや、マジね、貫通弾って結構適正距離、うわ、適正距離思ったより遠いな、結構離れていかんなみたいな考えてたんだけど、三段マジ近づくだけだからめっちゃ楽だわまあそれを、それなんだろう、近づいたら近づいたでなんかボウガンのメリット薄くないって思わんこともないけど、まあその分火力があるから別にいいかみたいな。しかも金レイヤーの場合は何、足をずっと打ってるからめっちゃ転ぶんだよね。だからマジでなんか近づくから防御力の低いガンナーの危険性がみたいなの関係ない。しかも今作は虫で、回避技とかカウンター技とかあるから、ぶっちゃけなんか近いと被弾するメリットがデメリットがあるみたいな、そのなんだろう、ワンパンされちゃいますよっていうガンナーのデメリットほぼ関係ないんだよねそもそも火力高すぎて剣士でも余裕でワンパンされちゃうから、もう剣士とガンナーのね、その防御力の差とかあってないようなもんです。わい、痛い。まあでも今の剣士だったら生きてたなっていうのもちょこちょこさすがにあるけど、どちらにしろねどちらにしろこの火力と便利な虫技とこの転び用だからね、たまらんぜ。さすがに脳みそとろける。ああ、脳死ってみんなが望んでたんだなって気がしてくるよ。たださすがにこの豪炎状態かの、あの大技はさすがに痛いから食らうわけにはいかん。やめてー。まあでも回避技もカウンター技もね、たくさんあるから。しかもガンダーの持ってるカウンター技あれなんだよね、多分ブレスとかを消せるみたいな効果が書いてあるんだよね。消したことないけど、多分ああいう持続するやばいブレスとかも多分無効化できるんでしょうよ。して日の江さんたちがね、粉塵巻いてくれるから回復もほぼ気にしなくていいと。最強だなマジで。いや、三段すごいね。貫通弾のおまけで作ったけど、ちょショートカットに手間取ってしまう。これ貫通弾とか作ってる場合じゃねえよ、みんな三段しか使う価値ねえわって思うぐらいビビった。まあ単純に貫通弾はあれ、俺のガンナースキルがちょっとかすすぎたってのもあるけど、スキルっていうとあれだな、ガンナー PS、 ガンナーのうまさがかすすぎたってのもあるけど、三段はねもううまい下手ないからな。近づく、撃つ、逃げるみたいなあの虫技が優秀すぎたのがあかんよな。虫技がもうちょっとね、こう
回避とか防御に寄ってない虫技だったらね、もうちょっとランナーとしてのリスクを懸念すべき立ち回りが求められるんだろうけど、関係ねえよ、最強だもん、火力も回避も。5分6秒か、5分切れそうだったね。途中で回避の種飲んどきゃよかったな。ちなみにこれ装備あれだよ、俺がこの間出した貫通ライトボーガンの装備とほぼ一緒で、装飾品変えてるだけだから、まあ、作るのは簡単。貫通と散弾両方作ろうと思ったら、まあ、基本的に多分ほぼほぼ同じ装備でいけるはず。まあ回連戦にもよるか。はい、あんまり紹介する価値ないけど、一応装備紹介。武器はカラザーのラスボスのライトボーガンだね。で、ロングバレルつけて、リバルカイザー、エスピナゼット、マガイ、シルソル、5石は攻撃3の2スロ、1スロがあれば作れるかな。回避距離アップ1がついてると、まあ、嬉しいよねっていうぐらい。なくても大丈夫。回連生もスキル1個、これ1スロ1個追加、スキル1個、これ3スロができれば OK。闇落ちがついてきたのはマジで超ちょうどよかった。おまけにアイテム使用強化もマジでちょうどよかった。で、スキルは攻撃6はちょっとこれ妥協してるけど、まあ、回連生次第しょうがない。見切り6、超感知3、弱得3、渾身3。で、これスキルで一応回心率が 110% になってるんだけど、そもそもの武器がちょっとマイナス 15% だから、まあ、スキル込みで総計 95% まで上昇しますよってやつだね。まあ、余裕があれば 120% 目指すなり、武器の百竜装飾品に交流粒子をつけたりしてもいいと思うけど、まあ、俺はどうせなら特攻系乗せて 5% は捨てた方がいいかなと思ってこの構成にしてるわ。で、弾丸節約、三段強化は必須で、この武器の場合三段レベル3を打つ想定だから、装填速度と反動軽減は3ずつつけてますよと。で、多分これ1スロが足んなくて、2スロに装填速度か反動軽減か、まあ、そこら辺の1スロスキルをはめてるから、まあ、ちょっとスロットの穴がもったいなくはある。だから、まあ、回連生がうまくいってる人は多分もうちょっとね、攻撃7にしつつここら辺も3-3で作れるわ。で、弾道強化に粉じまといに死中に勝つはおまけでいらない、回避距離アップもおまけ、号外1、最下転覆もほぼおまけ、闇討ちおまけ、連撃合心がまあテンプレスキルって感じかな。まあ、せっかく最下転覆とかついてるから恐竜章とかを入れてもいいんだろうけど、俺恐竜章とかの体力が減ってくデメリットスキル好きじゃないから俺はつけてないけど、まあデメリットスキルつけてもいいよって人は多分恐竜章とか持った方が絶対いい、強いかな。あとは恐竜章はね、回心率が常に出るわけじゃないっていうのがね、序盤は攻撃力アップの後半回心率アップっていうのが個人的にちょっと使い勝手悪いなーって思ってるから、あんまり好きじゃないから俺は組み込んでないってだけで、多分気にしないって人は組み込んだ方が絶対強くはある。で、弾道強化は正直言って全然なくてもいいんだけど、飛び上がってる状態の足とかを打つときに弾道強化なしだと3段適正距離短すぎてダメージが出ないとか、あと、まあ弾道強化がついていれば敵に近づく必要性が少し下がるから、その分移動してる時間を多少でも攻撃に移せるっていうのもあるから、まあ1か2あるといいかなって感じだね。まあ正直別に敵に張り付くのがうまいですよとか、しっかり合心ゲージ管理してうまく敵に張り付きますよっていう人は別になくてもいいと思う。まあ俺は4スロットが余ってたからこれレベル2つけてるだけだね。ごめん、シルソルの回連生訂正だ。これ3スロット別にいらないから、まあ実質何でもいいかこいつは。まあ攻撃とかがつくとお得かなって感じだね。まあ闇討ちと攻撃どっち選びますかっていう感じだね。まあ、マジで作業芸感増しちゃうから、それが嫌だっていう人は正直ああって感じだけど、作業芸感増してもいいとか、別に三段とか使ってても作業芸感感じないですよって人は、まあめちゃくちゃ効率よくレベル上げぐらいはできると思う。ただまあ結局あれなんだよな、正規琥珀集めるんだったら氷ヘビー作ってディアバゼとかナスバゼとか巡った方が効率はいいだろうから、まあ気軽にライトボーガン使ってみてはっていう人にはおすすめできるわ。